あなたの川はどこから？おはようございます。ここは京都市伏見区の桂川と鴨川の合流地点。今日はここから鴨川を登っていきます。これまでは水系の本流でやってきましたが、鴨川は淀川水系桂川の支流にあたります。桂川とともに京都の景観を彩る川ということで、支流だけど行ってみようかなと思った次第です。京都府出身だけど京都市に行ったことは数えるほどしかなく、鴨川をちゃんと見たこともないかもしれないので楽しみです。鴨川といえば川沿いでしょってことで、川沿いの道を見つけて走っていますが、前日の雨もありなかなか走りづらいです。マウントの音がカタカタうるさいですね。雨とかなしにしても路面は自転車向きではないかもです。鴨川は京都市北区の山を水源とし、市内を流下して桂川と合流後、瀬割堤で木津川、宇治川と合流して淀川となり、大阪湾に流れ込みます。鴨川としては流路延長31キロということで、そんなに長い川ではないですが、納涼床や鴨川デルタなど京都の風流山を演出する河川です。特に三条と四条の間は繁華街から近いこともあり、人が多くカップルが等間隔に並ぶみたいなことも言われますね。ちなみにウィキペディアには鴨川等間隔の法則として取り上げられています。そんな三条四条付近は通り過ぎて二条通りを過ぎたところです。正直景色の違いが全然わからないので、この時は今どこにいるか分かってなかったです。鴨川沿いは景色は良かったんですけど、人も多く走りづらかったので普通の道路に出てきました。そもそもあそこは自転車で走っても良かったのだろうか。そんなことを考えながら川沿いを走っていたので、申し訳程度の自転車レーンですが、ここは走っていいんだなと安心しました。そして調子に乗って走り続けた結果、鴨川デルタを通り過ぎました。出町橋を渡った先にある出町商店街には出町双葉という和菓子屋があります。人気店なのは予習済みですが、ここまでとはさすがにあれには並べないです。ここが鴨大橋、そしてこれが鴨川デルタ。デルタっていうと河口にできる三角州を想像しますが、これは単にデルタ状の地形っていうだけですね。確かに上から見ると綺麗な Y 字型です。ではさらに上流に向かっていきましょう。河川法上では鴨川は鴨川で通されていますが、慣例としてこの鴨川デルタを境に鴨川という表記に変わります。また鴨川デルタ付近には鯖街道の石碑があります。これは若狭の方から京都を結ぶ物流ルートで、今となっては日本遺産のシーニックバイウェイに登録されており、歴史あるドライブコースといったところでしょうか。いやー峠だらけですね。今となっては琵琶湖沿いの西大見路が整備されたため、他のルートはおそらく使われてないと思いますが、そそられますね。これはふるさと田んぼ行きです。鴨川デルタより北側に行くと人の数も少なく落ち着いた景色となります。観光地的にも有名なところは上賀茂神社くらいでしょうか。京都は至る所に重要な史跡や寺社仏閣があって、なんかこう感動が薄まる気がします。一応下賀茂神社と上賀茂神社は覗いてみたんですが、歴史にもっと明るければ京都はよだれを垂らしながら見て回るような場所なんだと思いますが、私はまあアホ面をぶら下げて見て回ることになります。ここを左手に進み、鴨川の源流域である雲ヶ畑地域を目指します。ここも京都市ではあるんですが、行く人はなかなかいないところなんじゃないかと思います。雲ヶ畑は結構由緒正しい場所でして、ここが鴨川の水源地であることから、この地が汚染されると御所がある京都の町一帯に影響が及ぶということで、住民の方々は水を汚さないように生活しているらしいです。そのために昔は汚れとされていた死者の埋葬もわざわざ峠を越えた場所でしていたりしたみたいです。また平安京造営の際にはこの地の木材が用いられたり、朝廷に献上される鮎や菖蒲などを採取する場所でした。そんなこともあり朝廷や皇室とのつながりが強かった地域のようです。今となってはどこですかって感じですが、ここ京都市北区雲ヶ畑の出会い橋付近が河川法上の鴨川の起点になります。
Google マップ上ではまだ鴨川は続いているので、もう少し先に行ってみます。鴨川は千年の都を流れる主要な河川だけあって、いろいろ歴史上のエピソードもあり、私でも聞いたことあるやつとして2個紹介します。まずは平安時代の天皇白川天皇がこの世で思い通りにならないのは鴨川の水とサイコロの目と僧兵だけと嘆いたという逸話である天下三不如意です。鴨川の水というのは鴨川が古来氾濫を繰り返した暴れ川であったことに由来します。淀川の支流である桂川の支流みたいな立ち位置の鴨川ですが、盆地である京都の東側の河川が合流する場所である上に平均勾配が高く急流という地形要因もあります。よく京都の北の方は京都タワーの高さと同じくらいの標高と言われるように、京都は意外に高低差があるんですね。古来と言いましたが、近年では1935年に氾濫してかなりの被害を出しています。そんな鴨川の水害を防ぎ、より人々から親しまれる美しい鴨川を目指して千年の都鴨川清流プランという治水計画が進行中です。もう一つは方丈記で有名な鴨の町名ですね。日本三大随筆の一つ方丈記を記したことで随筆家として有名ですが、実は下鴨神社ネギの子供として生まれています。下鴨神社は鴨川デルタのデルタ部分にある世界遺産で、その鎮守の森である忠の森には鴨川の支流となる蝉の小川が流れています。鴨の町名は神社を告げず出家しましたが、幼少期は鴨川の近くで育ったことになりますね。方丈記の冒頭、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水によらず、ここで想起される川は鴨川や蝉の小川なのかもしれませんね。なんか倒れた鳥居がありました。どうやら台風で倒れて修復されてないみたいです。それにしてもおよそ京都市とは思えない風景ですね。ここは京都市北区になります。イメージされる京都市北区、左京区、右京区、そしてこれが実際、ここまで京都市内を走ってきて、交通量の多さと人の多さでちょっと走りづらいなと思っていましたが、この辺りは走って楽しそうな地域ですね。実際街中ではほとんど見なかったサイクリストたちとここに来てちょくちょくすれ違いました。やはり京都で気持ちよく走ろうと思ったらここに行き着くんですね。鴨川の源流は持明院という寺院の境内にある洞窟からの湧き水に始まるらしく、鴨川最初の一滴として祀られています。この持明院という寺院も由緒正しく、修験道の開祖とされる縁起行者が創建し、空海が再興したと伝えられています。鴨川の水を祀っているということもあってか、水の伝説として有名らしい歌舞伎十八番鳴神の聖地でもあります。そんな持明院へ続く坂道を登っています。ここまでも登り貴重でしたが、この最後の坂道は斜度もそこそこあって、路面状況も悪いので疲れましたね。というわけで鴨川の源流がある持明院に到着です。どうやら境内は撮影禁止らしく、カメラを置いていくわけにもいかないので立ち入り不可となってしまいました。境内を荒らさないために靴についてもソールが硬いものはダメっぽいです。ということで寺院入り口にある小川を眺めて満足することにします。ということで鴨川登りは達成ということになりました。ただまだ走り足りないので番外編として別の場所に行くことにします。鴨川の支流には鞍馬川という川があり、またその支流には貴船川があります。そう、鞍馬寺と貴船神社ですね。ここから少し東に行った場所にあるので、せっかくなので貴船神社と鞍馬寺に行ってみようと思います。番外編なのでさらっと行きます。
ということで、ついでに貴船川と鞍馬川沿いもちょっと走ってみました。こっちはやはり観光客も多くて賑わっていましたね。サイクリストも多かったです。結局貴船川は貴船神社の奥宮まで、鞍馬川は桃井分かれと呼ばれる桃井峠の交差点まで進みました。こっちは勾配 10% 前後が続く結構ハードなヒルクライムとなりました。でもまだまだ道は続いていました。そういえば静岡市の山の方は奥静と呼ばれていましたので、この辺りのことは奥京都ということにします。まだ奥京都への道は続いていたということで、いつか奥京都巡りをしてみたいなと思います。結局85キロ、獲得標高1100メートルとそこそこの負荷になりました。奥京都巡りはさらに厳しいライドになりそうなので、気合を入れて臨むことにします。鴨川の源流、智明院に入れなかったのは残念でした。自転車で行く場合、装備的に中には入れないかもしれないので、智明院境内に入るなら車で行く方がいいと思います。ただ離合困難な境外道路は覚悟してください。本当は鴨川沿いの観光名所とか西国33所とか巡る予定だったんですが、めんどくさくて行きませんでした。今回で京都を自転車で巡るのは無理だなと思いました。車も歩行者も多いし、自動車専用道路も不意に現れるので、ルート設定が難しすぎます。観光はおとなしく電車やバスで行くことにします。以上、鴨川登りでした。ご視聴ありがとうございました。